も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は特別企画です。ちょっと前に、ほんと2、3日前にパプリカ、風鈴のパプリカの2020年バージョンを上げたんですけど、その時にご意見が多かったのが、8ビート練習中で8ビートでぜひやってくださいという意見をすごくいただきまして、今回特別企画、パプリカ、ウクレレ練習用8ビート練習動画。アップロードいたします。よろしくお願いします。そういうことですね、細かい説明とか全体の流れの説明は、すべてその2、3日前にやったパプリカ2020年最新バージョン、ここにリンク貼ってきますんで、詳しくはここを見てください。ここにすべて私が語ってます。まあ、たった2、3日前のやつなんでね、フレッシュな情報盛りだくさんですから。で、今日は、8ビートに特化しておりますんでね。8ビート。あ、その前に、この動画初めて見たという方も中にいるかもしれません。ウクレレどんどん始められるプログラムになってます。ここリンク行ってください。どうぞ。はい、そこでね、どんどんウクレレ始めましょう。今日はちょっと特別企画でどんどんやります。そういうわけで、まずね、それでも2バージョンやりますよ。まずは8ビート、初心者さんが始めたばっかの8ビートゆっくりバージョンやって、後半は8ビートのチャで、コード進行も、かっこいいバージョンのコード進行です。両方とも8ビート。前半は8ビートで、後半は8ビートのチャ2バージョンやります。それではまずは、ゆっくり8ビート、初心者8ビート入門バージョンからやってみます。1、2、3。まかりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでいる、夏が来る影が立つ、あたたい会いたい、見つけたのは一番星、あ明日も晴れるかな、パプリカ花が咲いたら、空に誰もまこハレルヤ、夢を描いたなら心遊ばせあなたに届け、ワン、ツー、愛に行くよ、泣きを向けて8ビートをゆっくりバージョン。これはですね、もうほんとね、逆に言うとね、この曲は16ビートなんで、ちょっとね、楽器ができる、まあガズみたいなタイプの人は、これ8ビートの方が難しいんですよ。このノリがね、ちょっと変わっちゃうんですけど、それでもやっぱり8ビートで弾くと、8ビート独特の曲の感じになるなと思って、ちょっと私もやってましたけれども、ちょっと雰囲気が変わるような感じがしますけど、これ8ビートでできたら、やっぱり4つべきよりは、やっぱはるかにかっこいいと思いますんで、どんどんこういうことで練習していきましょう。そして、皆さん分かっていると思うけれども、8ビートでやると、これ見て、ほとんど
とワンブロック2個ずつだから、じゃんじゃか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 ってなるんですよね。で、ワンブロックに1個のとこだけ、1個のコードの時だけ、じゃんじゃじゃんじゃじゃんってできるんで、まあ、なんとなくあんな感じになっちゃうんですよね。まあ、とにかくこれワンブロックに2個ずつコードが入ってるから、まあ、この間の説明でも言ったけど、結構早いということです。それを意識しておいてください。今のは8ビートバージョンで。今度、次は、この間の楽譜でいうところのこの下の段のかっこいいバージョンのコードを使った8ビートのチャのバージョンでやってみますね。はい、それではこの後半は8ビートのチャのバージョンどうぞ。ワン、ツー、スリー。まきあり、ふんべり、はしゃいだ道、青パンの森で駆け回る、遊び回り、日差しの街、誰かが呼んでる。夏が来る、影が立つ、あなたに会いたい。見つけたのは一番星、ああ、明日も晴れるから、パプリカ花が咲いた、晴れた空に種をまこう、ハレルヤ、夢を描いたなら、心遊ばせあなたに届け、愛に行くよ、何気を抜けて歌を歌って、手にはいっぱいの花を抱えて、ガルガリア、愛に行くよ、並木を抜けて歌を歌って、手にはいっぱいの花を抱えて、ラクダリア、パプリカ花が咲いた、晴れた空に誰もまこう、ハレルヤ、夢を描いたなら、心遊ばせあなたに届け、かかと弾ませこの指止まれ。せーの、パプリカの8ビートのチャのバージョンやってみました。またこれはね、またコードの、コードもちょっとかっこいいバージョンになってますからね。またさらにグッとちょっとレベルアップしたかなということで、ウクレレ練習用8ビート。で、これでなんとなくここ掴んだら、やっぱり次は16ビートもぜひぜひチャレンジしてくださいということで、はい、音楽夢中でやりましょう。こんな時だからこそ、ウクレレで音楽やって、ちょっとね、笑顔をちょっと日常に入れていきましょう。はい、ご活用ください。さあ、最新情報ですけど、今いつも使っているこのガズのわがままウクレレ、事前予約注文販売、今受け付けております。これをですね、本当に皆さん、いろいろ品切れになったり、また入ったりと思う繰り返してるんですけど、本当にね、これいいものなので、ぜひ皆さん手に取っていただきたいです。このウクレレのことの詳細、ここにリンク貼っておきますんで、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。あとは、いつもお伝えしているように、このね、コンサートウクレレも入るガズレレのリュックサック、これも本当に多大なるご注文をいただいておりまして、本当に嬉しいです。これはですね、本当によくできてまして、これ、しっかりした分厚いね、楽器用のこの、分厚い緩衝材が入って、これ中にいろんなポーチが入ってるんですよ。脱着可能な。これは譜面台入れたりとか、なんかね、ギタースタンドだったり、こう、ちっちゃいポーチもあります。これ脱着可能な、このポーチはチューナー入れたりとか、そんな感じで、まずこう横にも持てるし、リュックサックにもなるし、はい、ユニットも入ってます。こんなのとか、まあ、このガズレレの帽子だとかね、そうだ、アプリがあるんだ。ガズレシピというアプリがあります。これもね、パワーアップしてます。これはスマホとかタブレットにぜひ入れといてください。そしてですね、この、いつも私が言ってるリットミュージックのこの本、大好評なんですけど、こっち今ちょっとアマゾンで売り切れになってます。アマゾン以外の、EC サイトで売ってますんで、でもこれ大ヒットで今5万部ぐらいに迫る勢いなんですけど、いよいよ出ます。6月に。この本、赤い本が6月出ますよ。今予約。開始中ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。そんなことすべてガズレレ .com ホームページに載っておりますので、ぜひともこのガズレレ .com ホームページチェックしまくってください。私、ブログも書いてますからね。そのブログもいいこと言ってんですよ。よろしくお願いします。こんな時だからこそ、音楽やりましょう。僕たちには音楽があってよかった。
よろしくお願いします。ガズレレ YouTube 引き続きよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。